見て驚きます。こういうものです。これですよ、これ。味はね、たぶんな人生でね、いろんなせんべい食べますけど、ここまで薄いせんべい食べませんよ、普通。これなんかタコでしょ、完全に。どういう風なものに作ってるかっていうのが、私もね、今日ね、調べたんですよ。新鮮なタコ、もうね、2、3匹ですよ、これ。鉄板でプレスするときに、1トンの重みをかけてプレスしてる。大変だよ、これね。しかも、1杯もなきゃしょうがないでしょ、これ。ご機嫌よろしゅうございます。落語もできる、わらし YouTuber、三遊亭柳楽です。さあ、この度もお取り寄せシリーズでございます。本日はですね、神奈川県の江ノ島でございますよ。朝日本店さん、丸焼きタコせんべいですよ。丸焼きタコせんべい。これね、まあ、だから何て言いますか、まあ見て驚きます。まあ、たまにはね、この品よく抹茶とか、でいただくというものではなく、ディープなものを扱うということで私選んだんでございます。そしてね、まあまあ今まあお見せしましょう。なんだかんだ言ってももうこういうものです。どうですこれ。これですよ、この大きさ。しかもね、丸焼きタコせんべいって書いてあるんですよ。ここやっぱり味噌ね。よくこれタコ焼きったってタコの切り身が切ったやつが入ってるだけだし、あのね、大阪のイカ焼きったってこのね、あのお好み焼きのあれするような生地にイカがこうカットしても入ってる。これじゃもう丸焼きタコせんだもんな。丸焼きなんですよ。どう丸焼きかったってね、これね、これ何も書いてないところ、開けるとこあったありました、ここにあった。これすさまじ、これなんちゅうことになってんの、これ。あら、これまんべんなく、これまんべんなく入ってる、これ。まんべんなくすぎるじゃん、これ。うわ、これね、まんべんなくの間ぐらいがちょっとかけちゃったわ。まんべんなくの間がかけちゃった。もう畳わし状態に、のり一枚状態に、この。ねこれはすごい。これちょっと和菓子チャンネル史上最大のワンピース最大の菓子でございました。ちょっと かけたのは少しもったいないけど、一個残骸なくなっちゃった。これですよ、これ。畳みましょう。これなんかもうこんなもの弾け飛んじゃうもんね。せっかくいただいたこのね、割ってしまった残骸をまずいただきましょう。まずうまいですよ。うまいけど、これ何なの、これ。和菓子、まあ一応せんべいだから和菓子にしたんですよ。これもディープな、それにしても和菓子とね、問い直したくなるような。これ全部タコなんだ、これ。これ元はタコですよ、元。これこんな薄っぺらいですけど、これこの薄さですよ。この薄さちゃんとタコなんですよ。うまい。あのディープなと言いましたけどね、思っていたよりこうなんていうの、こうガサツじゃない、これそういうものですよ。ほら、畳足状態でこれだもん。いや、これはね、これうまい、うまいんだけど、味はね、タコなんだ。だから海のね、ほのかな香りと味わいはがある。タコなんですね、これ。タコにもちろんね、あの衣薄いものはまとわってるんでしょうけど、衣って言いますか、そういうもの。人生でね、いろんなせんべい食べましたけど、ここまで薄いせんべい食べませんよ、普通。人生初だ。
この薄さ。よかった。体験できて。これタコなんですよ、またこれ。え、見るとタコでしょ、タコが見えますでしょ、もう化石のようになっちまったけど、これタコね、でも存在がある、存在感ある。うーん、これお茶受け無理だね。これお茶受けっていうか、あの、ま、抹茶とかね。これね、本当にこんなサプライズないね。うん、だから俺踊り開きとかね、そういうじゃない、そんなところは絶対持ってくもんじゃない。でも粋な人、シャレの分かる人で、お友達で、もうパーティー、もうこれ最高じゃないですか、これ。うん、だってうまいもの。これね、なかなかちょっとね、これなんかタコでしょ、完全に。ね、これが元タコであったということが よく分かりますでございましょう。え、うん、うん、うん、なんかね、これいけますね。うん、まあ、味がいいんですよ、ほんとに。うん、ねえ、このね、だから どういう風なものに作ってるかって、私もね、これね、調べたんですよ。そうしたら、なんかね、これがまたすごいことになってんだな。タコさん、タコさん、うん、あ、そう、タコ、新鮮なタコ、もうね、2、3匹ですよ、これ。これ。それ、2、3匹あるわな、これね。2、3匹をですね、選んで、うん、この醤油ベースのピリ辛、ほんの薄いピリ辛のこれ味付け。で、粉をまぶして、鉄板でプレスするときに1トンの重みをかけてプレスしてる。タコさん、もう大変だよ、これ。でもね、それだけの、これだってもうなんか一服の絵みたいになっちゃった、これ。だから本物のタコなんだもの、これ。新鮮な、しかも。だからこれうまいね。これはちょっと、だからこれね、ビールなら、あの、大瓶一本は楽にいけるね。で、日本酒も合うでしょうね、これね。ワインだって大丈夫でしょ、これ。酒飲むんだな、これ。パーティーだね、これはね。パーティーは盛り上がりますこれ。うん。もうね、これ言うことない。もう、このタコさんを作り方紹介して、うん、これを発想した人すごいわ。うん。しかもこのね、味付けのね、ピリ辛って書いてあるけど、ピリ辛ほどでもないんだ。でも、これはね、あえてこうね、濃く味付けしてないところが、うまいね。あの、本当にその、タコの味自体は、やっぱ淡白なものではございませんか、醤油つけたりなんかね、あと味付けて煮付けたりしなければ淡白ですよ。この淡白な味わいを感じさせてくれます。だから、意外に今ちょっとバリバリ食べてますけど、じっくり味わえば味わうほど、もうね、磯の香りが漂うというか、なんかね、海だなって気がするんですよ。さすがこの、江の島、湘南。あ、でも思い出しますね。だって私、群馬県の前橋市でしたけど、修学旅行は、だって江の島、鎌倉行くんですよ。中学かな、小学校の終わりもあっちの方行ってんですけどね。人気なんだよね。海なし県だから特に。で、海なし県の私からすると、こういうものがね、できる環境って羨ましいですよ。まあ、というようなわけでね、これ。しかも、一杯負けしょうがないでしょ、これ。素晴らしい。うん。偉い。この、薄味の中にタコを生かそうという海のね、幸をこうの味わいをしっかり伝えようというこの心が感じられるというようなことで、本日は、神奈川県江ノ島の朝日本店さんの、これ丸焼きタコせんべいですね、をご紹介させていただきました。食べてください。ぜひよろしくお願いします。
これね、受けますよ。受けるし、美味しい。というようなことで、あ、そうだそうだ。だから概要欄にリンク貼ってございますので、ご利用ください。そして私の、方の、チャンネル登録、笑いながら言っちゃいけない。もうこれなんて、もう、すごい、サプライズだもん、これ。こんなの、やっぱりね、気持ちも高ぶりますね。というわけで、私のチャンネル登録もよろしくお願いをいたします。というわけで、これはちょっと、こういう形になりそうな雰囲気で、本日も誠にご退屈様でございました。